ただいまから定例記者会見を始めます。よろしくお願いいたします。はい、今日はまず私から2点お話をさせていただきたいと思います。1点目はこの度の芥川賞、直木賞の受賞についてであります。ご承知の通り、この度古川誠様の芥川賞受賞、そして川越宗一様の直木賞受賞が決定されたところであり、心からお喜びを申し上げる次第であります。古川誠様はお母様が平戸市の安土大島ご出身であり、本県ゆかりの作家で、デビュー以来安土大島をモチーフにした作品の執筆を続けられ、作品の中で多くの表現を取り入れられるなど、島の歴史文化を広くお伝えいただいているところであり、深く感謝を申し上げているところであります。本県離島の歴史文化を題材に執筆活動を続けられ、その功績が認められましたことは、多くの離島を有する本県県民にとって誇りであるばかりではなく、文学を志す子どもたちにも大きな夢と希望を与えていただいたものと大変嬉しく思っているところであります。また一方の川越宗一様でありますけれども、海や国境を越えたグローバルな視点で小説を執筆され、これまでも本県が有する歴史的地理的な素材について深い興味を持っていただいておりました。平成30年9月には書いてみんね長崎事業で本県の取材をしていただき、平戸市を舞台にした定世以降についての小説怪人の子を執筆していただいたところであります。現在梅屋小吉を主人公にした小説を構想中ということをお聞きしているところであり、1月25日から長崎市そして壱岐市での取材のため来県いただくということになっているところであります。ぜひこちらの方もご取材をいただければと考えているところであります。本県にゆかりの深いこうした作家の芥川賞、直木賞の受賞を改めて県民の皆様方とともにお祝いを申し上げ、今後とも長崎を舞台にした作品を数多く執筆していただけることを願っているところであります。もう一点ご報告をさせていただきたいと思います。私をはじめ関係者のバチカン市国訪問、そしてフランスパリ訪問についてであります。皆様方にはすでに1月9日に資料を提供させていただいているところでありますが、あさって19日から瀬川県議会議長や長崎市の市議会議長及び副市長とともに、バチカン市国及びフランス・パリ市を訪問することといたしております。バチカンではローマ教皇フランシスコ大化や法王庁関係者の皆様にお会いをいたしまして、昨年11月のご来県、そしてこれまで長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の世界遺産登録支援に対して、お礼を申し上げたいと考えております。またユネスコ本部がありますパリでは、潜伏キリシタン関連遺産の世界遺産登録1周年を記念して、登録にあたってご支援をいただきましたユネスコ大使や関係者にお礼を申し上げますとともに、メディアや旅行会社にも本遺産をはじめとする本県のさまざまな魅力を発信する場を設けることといたしております。今年はオリンピック・パラリンピックが東京で開催され、日本への注目度も高まってくると考えております。昨年11月のローマ教皇ご来県で話題性があるこの機会を捉えて、潜伏キリシタン関連遺産とゆかりの深いフランスにおいて本県を PR し、今後の欧州からの誘客につなげてまいりたいと考えているところであります。以上2点、私の方からご報告をさせていただきました。あとはどうぞよろしくお願いいたします。それでは幹事社の方からお願いいたします。
よろしくお願いいたします。憲政記者クラブ1月幹事社 NHK の平井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 NHK からは3点質問させていただきます。続けて、読ませていただきたいと思います。まず1点目、令和2年度予算編成についてです。令和2年度の予算編成における方針についてお示しください。2点目が九州新幹線西九州ルートについて、国がフル規格で整備する場合に法改正を視野に入れているという一部報道が年始にもありました。暫定会議の令和4年度も近づく中、今年1年の目標などを教えてください。そして3点目が県行事としての取り組みについて、今年は被爆75年を迎え、さらに東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。県としての取り組みについて教えてください。以上3点どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まず令和2年度当初予算の編成方針であります。令和2年度はご承知のとおり、県の総合計画チャレンジ2020の最終年度を迎えてくる年を迎えます。また第2期の町人仕事創生総合戦略がスタートする年でもあります。大変厳しい財政状況ではありますけれども、本県の最大の課題であります人口減少対策に総力を結集して、具体的な目標達成に全力を注いでまいりたいと考えているところであります。令和2年度においては特に、新規学卒者と県内企業のマッチングの促進、いわゆる県内就職促進対策、そして県内企業の採用力強化に向けたサポート体制の強化を図っていきたいと考えております。そしてまた進学等による県外転出者への U ターン対策の一層の充実強化、合わせて若者の受け皿となる魅力的な働く場の創出や交流人口の拡大などに重点を置きながら、ソサエティ 5.0、 2040年問題、関係人口の創出など新しい視点も取り入れながら、いろいろな施策の推進に総力を結集して取り組んでいきたいと考えているところであります。一方また近年、激甚化が見られる自然災害対策でありますけれども、河川の浚渫など新たな支援措置も講じられたところでありまして、重点的に取り組んでまいりますとともに、休憩車地あるいは道路のり面等の災害防止対策を講じて、県民の皆様方の安全安心を確保してまいりたいと考えているところであります。それから新幹線であります。法改正を視野に入れているという一部報道がございましたけれども、こういった内容について鉄道局長におかれてはインタビューで、現時点で議論する段階には全く至っていないというようなお話もあったと承知をしているところであります。まあ、この法改正がどういった趣旨でどんなことをこう考えておられるのか、しっかりとご説明をいただく中で、検討を進めていく必要があるものとこう考えているところであります。そしてまたそういった中、令和4年はいよいよ開業年度を迎えてくるわけでありますけれども、今年1年間どういう目標を掲げながら取り組んでいくのかというご質問でありますけれども、最大の課題であります新鳥栖武雄温泉間の整備の在り方については、現在国土交通省と佐賀県の間で協議の在り方について整理が行われているところであると承知をいたしております。実際の協議が始まりますと、いずれ本県あるいは JR 九州も含めた協議が必要になってくるものと考えておりますので、本県といたしましても西九州ルートの早期整備実現に向けて全力で協議に参加していく必要が出てくるものと考えているところであります。そしてまた現実的に令和4年度の開業を迎えてまいりますことから、今年は昨年策定をいたしました
アクションプランを着実に実行に移していく、そのためにまた関係基礎自治体においてもアクションプランの策定、具体的なお取り組み等について働きかけを進めていきたいと思っております。いずれにいたしましても県全体でおもてなしの心を持ってお客様をお迎えできるような体制整備に全力を注いでいきたいと考えているところであり、これからも機運の醸成、誘客促進対策に力を注いでいく必要があるものと考えているところであります。それから被爆75年を迎えますし、また東京オリンピック・パラリンピックが開催される年であるということであります。昨年はローマ教皇フランシスコ大化にも長崎をご訪問いただきまして、核兵器廃絶に向けた平和のメッセージを世界に発信していただいたところであります。今年は被爆75年、そして発効後50年となります NPT 運用検討会議が開催される節目の年に当たっているところであります。被爆地の責務として原爆の悲惨さ、非人道性をしっかりと訴えていくことが何よりも大切であると考えているところでありまして、会議参加者などを含めて改めて被爆の実相を理解していただけるよう現地に職員を派遣するなど、長崎市あるいは関係団体と連携しながら平和のメッセージを力強く発信していく必要があるものと考えているところであります。それから被爆75周年の関連イベントとして、現在関係機関でさまざまな検討が進められているところでありますけれども、原爆の日あるいは長崎市が主催される平和マラソン開催日を中心に、イベントの実施、県内各地での被爆写真展の開催などについても検討が進んでいるところでありますので、そういった機会を生かしてさらに平和を発信していく、そしてまた東京オリンピックの閉会式がまさに8月9日でありますことから、長崎市とともに組織委員会等に対して閉会式での黙祷等の開催を要望をしているところであります。合わせてオリンピック・パラリンピックで来日される各国要人の方々にぜひ被爆地を訪問していただき、被爆の実相に直接触れていただく機会を設けていただけるよう呼びかけていきたいと考えているところであります。そういうことに、この今年1年、関係機関と協力をしながら取り組んでいきたいと思っているところであります。はい、日経新聞です。よろしくお願いします。2点お伺いしたいと、まず1点目からよろしくお願いします。1点目は、長崎県で地域を代表する三菱重工が主力工場の、売却方針を示す一方で、ソニーがイメージセンサーの工場を、新たに諫早市に開設するほかに、かなり県内に IT 企業の研究開発拠点の立地が進んだり、長崎駅周辺の再開発、外資系有力ホテルの開業など、取り巻く環境が大きく変わろうとしていますし、まさに基幹産業の構造転換が起きようとかなり動いていると思います。こうした動きをですね、県政不要に最大限に生かすためにはどんなことが必要だというふうにお考えでしょうか。まずよろしくお願いします。はい、これまでもたびたび申し上げてきたところでありますが、今県内各地では大小さまざまなプロジェクトが進められているところでありまして、町の佇まいが大きく変わろうとしている時期を迎えているところでありますし、そしてまた産業構造もまた大変厳しい状況の中ではありますけれども、新たな兆しも見え始めている時期を迎えていると認識をしているところであります。今お触れいただきましたように、半導体分野では
ソニーにおいて大規模な投資が計画され、また1000人規模の雇用創出も期待されているところでありますし、また情報関連産業の研究開発拠点が、まあ、大手企業のいくつかの拠点が県内に設けられるというのような動きも見られるところでありまして、こういった機会をしっかりと県内産業の活性化あるいはまちづくりに結びつけていく必要があるものと考えているところであります。で、特に産業分野における構造転換については、これまで以上に産学官の連携を強めていく必要があるものと考えているところであり、情報関連産業の研究開発拠点が設けられる、ちょうど時期を一つにして県立大学では情報セキュリティ学科での卒業者が世に出ていく時期を迎えておりますし、また長崎大学でも情報データ科学部が新たに設けられる。で、まさに産学協同して研究開発を進められるようなプラットフォームの整備も合わせて力を注いでいく必要があるものと思っておりますし、県立大学ではセキュリティ学科一応40名でスタートいたしましたけれども、できるだけ早期にこれをまた人員増を目指して取り組んでいきたいと考えているところであります。一方また民間におきましても次の基幹産業として育成を目指しております。航空機関連産業あるいは海洋エネルギー関連産業、そして今ご指摘をいただきましたような AI、IoT、ロボット関連産業、これをしっかりと基幹産業として県内経済の一翼を担う産業として育てていきたいとこう考えているところであり、それぞれの分野で県内産業あるいは誘致企業の皆様方にもご参加いただく中で産業クラスター協議会を立ち上げていただいております。それぞれの企業間連携あるいは産学間連携を強化する中で新たな生産性の向上あるいは付加価値の創造、新たなサービスビジネスチャンスを拡大していくための連携した取り組みが進められようとしているところでありますので、県内産業界挙げて、もっともっと新たに立地していただく企業の皆様方と連携を深めながら長崎からイノベーションの芽を大きく育てていくようなことができるように行政もしっかりサポートしてまいりたいと考えているところであります。それからまちづくりの面でありますけれども、新幹線の開業を目前にして県内各地で新たなまちづくりが精力的に進められているところであり、また民間によるまちづくり構想スタジアムシティプロジェクトなども計画が進められております。そしてまた公共事業等を活用したクルーズ拠点港としての機能整備あるいは接岸バースの2バース化、それに伴うまた民間企業の新たな事業展開なども期待されるところであります。で、町全体が大きくこう変わろうとしている時局を迎えつつありますので、そういったチャンスをしっかりと地域経済の活性化交流人口の拡大に結びつけていくことができるように、私ども行政の立場もからも各地域の皆様方と連携をしながら地域の活性化を全力で目指していかなければいけないと思っております。離島地域を含めてこれまでと違うような流れも期待されるところであります。ご承知の通り五島市では社会現に歯止めがかかったというようなお話もお伺いしているところでありますので、こういった効果が継続的に発現されるように
地域の皆様方と一体となって、積極的な政策の推進に努力していきたいと考えているところであります。それちょっと関連することなんですけれども、まあ、1月20日に、まあ、県や市商工会議所が、まあ、共催する形で、まあ、県内に立地してきた IT 企業と地元の企業との交流会が、まあ、初めて開催されるということなんですけど、まあ、どんな成果を、まあ、期待したいですかということと、また、まあ、先ほどもおっしゃってましたけれども、まあ、県の方でも、IT 分野だけじゃなくて、海洋航空機の分野なんかでも、いろんな同様の取り組み、クラスターが形成してますけれども、まあ、こういった形で、まあ県外企業とかとのこういった同様の取り組みっていうのは今後はされていくお考えはあるんでしょうか。よろしくお願いします。先般1月20日でありましたけれども、 IT の研究開発拠点を設けていただいた誘致企業と地場 IT 企業との交流会などが開催されたところであります。先ほども申し上げましたけれども、さまざまな企業の皆様方がこれから連携を深められる中で、さらに技術力を高めていただき、新たな価値を一緒にこう創造していただけるような場が少しでも増えていくように願っているところであります。従いまして、具体的な形で各誘致企業と地場企業とのマッチングが有効に成立し、そのことが協業体制のさらなる拡大、事業の推進、雇用の増加、県内学生の県内就職促進につながる好循環に結びついていくことを強く期待しているところであります。またその他の分野の産業のサプライチェーンの構築でありますけれども、この海洋エネルギー関連においては、再エネ海域利用法に基づき一般海域における洋上風力発電の商用事業、これは促進区域の指定を受けた海域で、本県が第1号の指定をいただいたところであります。でこれまでも洋上風力発電事業への参入を促進するため、調査・計測・設計・製造・据え付け・施工・メンテナンスなど各事業分野ごとの中核企業育成、あるいは共同受注体制の構築に力を注いできたところであります。一方、また日本財団の支援をいただきながら、県あるいはクラスター推進協議会、そして長崎大学、長崎総合科学大学などが連携をしながら、この海洋エネルギー関連産業分野の専門人材の育成に力を注ぐこととしているところであります。でこの促進区域における発電事業者は今後国によって公募で選定されるということになってまいりますけれども、この公募指針では地域との調整、地域経済等への波及効果も選定の基準とされているところでありまして、選定された発電事業者が地元企業への説明会を開催するなど、連携もさらに深めていただけるものと考えているところであります。一方、航空機関連産業でありますけれども、この分野におきましても航空機産業クラスター協議会を設立いたしまして、大手重工メーカーのバイヤーを県内に招いて県内企業とのビジネスマッチングを具体的に行っておりますほか、来月には県内企業とともに愛知県の大手重工メーカーなどを視察する予定といたしております。こうした航空機需要の取り組みに向けて活発に活動を展開していただいているところであります。また同協議会においては人材の育成確保の取り組みも力を注いでいただいているところでありまして、九州内で航空学科があります久留米工業大学、
鹿児島県の第一工業大学において県内企業による学生向けの説明会を実施したりしているところであります。今後とも業界の動向やそれぞれのニーズを踏まえながら航空機関連産業を新たな基幹産業として育てていけるように全力を注いでまいりたいと考えているところであります。ありがとうございます。長崎新聞の田中と申します。よろしくお願いします。昨日九州新幹線長崎ルートの整備方式をめぐって国土交通省が佐賀県にフル規格を前提とせずスーパー特急も含めたですね、補託の協議を提案されました。これについて長崎県としてはどう受け止められておりますか。国におかれても協議の場をいかに設けるか、そのためには佐賀県の理解が必要不可欠であるというお考え方のもと、5つの選択肢についてしっかり論点整理をして行こうとこうされているものと受け止めているところであります。で、それぞれの選択にあたってこれから意見交換協議が進められるものとこう思っておりますけれども、おのずとこれまでの経緯と改めて課題整理を進める中で一つの方向性が得られるようご努力いただけるものとこう考えているところでありますので、私ども長崎県としても当事者の一員として早期整備実現に向けて全力を注いでいきたいと考えているところであります。フル規格を前提とせずということで、5つの選択肢を並列するという説明でありました。与党検討委員会が出した結論ですね、ではない結果といいますか、そういうものになる可能性も、ゼロではないと思いますけれども、こういった前提とせずに並列で議論することについて長崎県としてはどういうふうに受け止められますか。これまで私どももさまざまな分析結果等をお示しいただき説明をお聞きし、その中で一つ選択をして今日に至っているところであります。で、従いまして佐賀県におかれましてもよりこれまでの経緯課題整理等を含めてしっかりと説明情報提供をしていただく中でしっかりと議論が深まっていくものと期待をいたしているところであります。ただそうした中で私どもとしてはやはり長崎県の現状等を考える際にこれまでも申し上げてきたようにフル規格による整備が必要不可欠であるという考え方に至っているわけでありまして、そうした意見については協議の場等を通してしっかりと申し上げて理解が得られるよう努力していかなければいけないと思っております。スケジュールについては期限を設けないということですけれども、いたずらに時間をかけないということでした。長崎県としてはこのスケジュール感についてはどういうふうに考えられていますか。国におかれてもふんだんに時間を使っていいというものではないというようなご認識をお持ちになっておられるものと理解をいたしております。現状では対面乗り換え方式で令和4年に開業を迎えるわけでありますけれども、この6社合意にあたっては暫定開業という前提で関係者が合意をした経過もあるわけでありますので、これが長期化するあるいは固定化するというようなことがあってはならないという考え方にはいささかも変わりがないところでありますので、一刻も早く次の整備方針をお示しいただいて整備に着工していただくことができるように全力を注いでいく必要があると考えております。
もう一点、県庁舎の跡地のことでお尋ねしてよろしいでしょうか。県庁舎跡地の町の文化財の調査で、専門家の方からですね、重要な江戸期の遺構などが出てきているというような意見が、をいただいておりますけれども、長崎市がですね、公会堂跡地、公会堂、開拓した公会堂の代替施設として、文化技術ホールをですね、県庁舎跡地の方でですね、建設する方向で長崎県と、昨年ですね、一昨年18年11月に合意して、計画が進んでおりましたけれども、遺族文化財のですね、発掘調査の状況からですね、そこに建設するのは難しいのではないかというような、可能性も出てきておりますけれども、長崎市がその計画をですね、断念して、当初計画していた市庁舎の跡地に建設するというふうな判断に至った場合は、長崎県としてはどういうふうに対応されるのでしょうか。それはですね、まだ経過については先ほどお触れいただいたように、県庁跡地でホールを整備する、市におかれては公会堂に代わる施設を県庁跡地で整備してくれないかというご要請をいただいて、協議を重ねる中で、このホールの文化質の高いホールの整備を進めようということで検討を進めてきた経緯があるわけでありまして、ただ確かに時間軸については長崎市としてのご事情もおありになることと思いますけれども、まだ具体的な形でお話をお伺いしている状況ではありません。で、先般専門家の皆様方のご意見等も頂戴したところでありますけれども、今後どういう形でそのご意見等を踏まえて対応していくのか、これはしっかりと課題整理を行って今後の進め方も改めて検討していく必要があるものと考えておりますので、まだ現段階で長崎市から申し入れをいただいた状況でもありませんし、具体的な形で相談もいただいておりません。で、したがってそうした今後の検討の過程の中で、そういった点も含めて協議をしていく必要があるのではなかろうかと思っております。ありがとうございます。読売新聞の中尾です。県庁舎跡地に絡んでですね、発掘調査についてももう少しっかりとやっていった方がいいのではというご意見もあったかと思うんですけれども、今年の秋頃までですね、県としての調査は続くと思うんですけれども、その今後の調査に何かスケジュールとかですね、影響があるのかどうかということと、あと仮に市の方がですね、県庁舎跡地ではなく今の長崎市庁舎の跡地に建てるというような話になった場合に、以前県としてもホールの必要性というのがあるというふうに話があったと思うんですが、その場合その県としてまたホールを建てるのかとかですね、そのあたりについてお考えがあれば教えてもらえればと思います。発掘調査が今後どういう形で進んでいくかということでありますけれども、ご承知のとおり旧県庁敷地の西側等については長崎奉行所のあった時代には一段低くなって長屋などがこう設けられていた敷地があって、それが埋め立てられて県庁敷地としてこう使われてきた経過がありますけれども、もう少し深く発掘調査を行う必要があるんではなかろうかというようなご意見等もいただいているわけでありまして、それをさらに進めるということになると、今残してあります基礎部分を剥ぎ取ってさらに深く掘り込んで調査を進めるという必要が出てくるものと思っております。そして南側の古い石垣、石垣があるであろうということは事前に把握をして、それぞれのポイントを絞って今調査をして、古い石垣も出てきたということでありますので、保存と壊すことがないようにというようなご意見もいただいているわけでありまして、そういった埋蔵物をこれからどういう形で時間をかけながら調査をしていくのか、
これはやっぱりしっかりご意見等も踏まえて検討をしていく必要があるものとこう考えているところであります。スケジュール的にはまあ、今年度はそういう埋蔵文化財の、失礼しました、来年度まで食い込む期間が必要になってきますけれども、そういう時間に当たる必要も一応念頭には置いてきた経緯かもありますので、スケジュール感はその方針に沿って、進めて取り組んでいく必要があるものと思っているところであります。で、まあ、ホールを、長崎市が県庁跡地に作られないとした場合どうするのかということでありますが、まだそういうお話お伺いしてない状況でありますので、この場でお答えするのが適正であるのかどうか分かりませんけれども、これまでは私ども懇話会の意見として、一つはその市民にとって気軽に使いやすいようなホールを整備してはどうか、あるいは質の高い、ホールを整備してはどうかと、同じホールでも2つのご意見をいただいて具体化に向けて、検討が進められてきた経緯があります。で、そういう中でご承知のとおり質の高いホールを、県を代表するようなホールを市の公会堂に代わり売るような規模のものとして整備をしようということで構想が練られてきたところでありますが、まあ、仮に必要ないということになったときに、これはもう一度しっかりと考え直す必要があるんだろうと思うんですね。県庁跡地というのは県有地でありまして、例えば市民の皆様方に気軽に利用していただけるようなホール、これは基本的にはですね、市の方で対応していただくべき、施設会議室ホールではなかろうかとこう思っているところでありますので、県としてはやはり県全体の活性化に結びつくような目的でどういったものを機能整備を図っていくのか、そういった、まあ、軸足というのが必要になってくるんじゃないかろうかなとこう思っているところであります。まだまだ今予断を持って申し上げることは控えたいとこう考えているところであります。共同通信社の井上と申します。よろしくお願いします。九州新幹線に関する昨日の国交省から佐賀県の提案についてお尋ねがあります。論点を整理するとしたその整備方式の中にはですね、長崎県が一度同意をしてその技術的な理由で理由などで断念されたフリーゲージトレインが入っていると思うんですけれども、もう一度この一度断念したフリーゲージトレインについて論点を整理しようというふうに国交省が提案したことへの受け止めとですね、で仮にもう一度フリーゲージトレインの導入を本格的に検討するなどといった動きになった場合にですね、長崎県としてはどういうような考え方で臨むのかというのか、現時点で何かお考えがあればお聞かせいただければと思います。これまでその経過がある話でありまして、まあ、もちろんフリーゲージトレインを運行することによって、新大阪まで直通運行を実現する、そういう前提で認可着工が行われて整備が進められてきた経緯があるわけでありますが、結果としてそのさまざまな技術的な課題、コスト的な問題を解決するに至らなかったということで、国においてこの選択肢として、断念せざるを得ないという方針が示されたところであります。で、その都度それぞれ地元県にも、ご説明をいただく機会が設けられ、地元としてはその説明を受けて、今後の整備の在り方はどう進めるべきであるのかという議論を重ねて、長崎県ではご承知のとおり、それが断念せざるを得ないという状況であれば、フル規格による整備を目指してほしいと、こう考えてきたところであります。で、まあ、その段階で、例えば何としても時間かけてもいいので、継続して研究開発を進めてくださいよというような
要請を行うようなことも可能であったと思いますけれども、結果的に地元からもちろん長崎県からはそういう意見は提出いたしませんでしたし、佐賀県 JR 九州からもそういった意見が出されたというのは認識しておりません。したがって、一旦新幹線でこのフリーゲージトレインを活用するという点については国も正式に断念されて、別の用途でこれを活用すべく研究が進められているものとこう理解をしているところでありますので、したがってこれからそのフリーゲージトレインを選択肢の一つにするということはもう一度研究開発をから取り組んでいくのかどうか、そういった議論になっていくのではなかろうかと考えているところであります。では、現時点でそのフリーゲージトレインとそのフル規格だったらどうですかというようなさ具体的なお話については考えられる状況にはないということですかね。そのつまり5つ提あの選択あの協議するということは選択肢としてまだ残っているという前提で、論点を整理するということなのかなというふうに受け止めているんですけれども、フリーゲージトレインかフル規格かどうですかというような、状況は今のところ想定していないということになるんでしょうか。私どもはそこまで戻って議論を再度行われるのか、あるいは国等においても再度これまでの方針を変えて、技術開発から取り組もうとされていらっしゃるのかどうか、私どもはこれまでの経緯の説明をいただいて、選択肢から除外せざるを得ないと判断して、それではということで不利確を選択してきた経緯があるわけでありますので、長崎県の立場としての意見は意見としてしっかり申し上げてなければいけないと思っております。最後の質問です。すみません、ちょっと全国的な話ではあるんですが、新型のコロナウイルスの患者が、国内でも確認されたということで、この後、春節とも向かいますけれども、長崎県としての対応、対策というのは何か、お考えがおありでしょうか。これはやっぱり、空港その他で特に中国武漢市をご訪問になられたご経験のあられる方、これは CIQ の段階でこうチェックがなされているものとこう考えておりますけれども、やはりご訪問になって発熱等の症状が見られる方々、早期に医療機関にご相談いただくことができるようにという呼びかけを行いますとともに、やっぱりしっかりした医療機関ネットワークを構築しながら迅速な対応ができるように体制を整えているところであります。それでは県庁、旧県庁跡地と言いましょうか、発掘の件なんですけれども、今、その出土の調査では、江戸時代の部分まで、出てきているかと思うんですけれども、こう関心が高いところでは、もうちょっと前のですね、その岬の境界というふうな部分、これがやっぱり出てくると、その保存の在り方とかっていうのはこう変わってくると。そういったこうお考えというのはいかがでしょうか。例えば西側区域等においては、先ほど申し上げたように、専門家の皆様方ももう少し、下層まで、掘り下げて調査することによって、確認をする必要があるのではないかというようなご意見もいただいているところでありますので、そういったご意見等についてこれからどう対応していくのか、しっかりと検討を進めていく必要があるものと思っております。
でその他のいわゆる石垣周辺がどうなっているのかということについては、町屋の意向が出てきていると。で町屋についてはこれ壊すことなく保存をすべきではないかというようなご提言をいただいているところでありまして、で今試掘を行っている区域のその他の面的な部分についてはほとんどもう地山が確認されているような地域でありますので、地山にが確認された部分についてはもうこれ以上掘り下げても意味がないと理解をいたしております。この保存のあり方としては、なんかこう今考えているが、長崎市の方の件もありますけども、その辺のこう建物のこう規模感とかですね、そういったものをこう縮小していくとか、なるべく 現状を残すとか、そういったところっていうのはどうなんでしょうかね。保存のあり方はですね、いろんな保存のあり方があると思うんです。記録保存のという形で残す方法、埋め戻して、残す方法、あるいは顕在化させて活用しながら保存に努めていく方法、さまざまな選択肢があるんではなかろうかと思っておりますので、これからの跡地の利活用の方針等によっても変わってくるものとこう考えておりますので、その辺についてもこれから検討を進めていく必要があるんではなかろうかと思います。それでは以上をもちまして定例記者会見を終了いたします。どうもありがとうございました。